ジャズボーカリストの川本睦子です。今日はですね、最初にちょっとお知らせがあります。私川本睦子の CD 制作クラウドファンディングを今日、9月25日開始しました。で、終了するのが10月31日です。1ヶ月ちょいあるので、ぜひ皆様ご協力をよろしくお願いします。本当に素晴らしい作品ができて、その音もできているんですけども、その発売をねするためのいろいろなキャンペーンだとかそういったものをね、ツアーだとか計画してたんだけども、コロナのせいでいろいろ頓挫してしまったということでの救済クラウドファンディングです。ぜひぜひご協力いただけたらと思います。そのクラウドファンディング期間中はなるべくたくさんの動画を出していきたいと思っております。ということで今日はですね、マイクについてお話ししたいと思います。一つ目はマイクをね、クラシック出身の人が結構怖がったりね、恐怖心を持ったりアレルギーがあったりするので、マイク怖くないよっていう話と、もう一つは私のマイクの、コレクションです。ここでずらずらと並べてみたんですけどもね、マイクをね、たくさん持ってるんで、これらを紹介していきたいなと思います。でこのねマイクをクラシックの方がアレルギーがあるっていうのはね、クラシック出身の人が稀にですけども、ポップスとかジャズが歌えるようになりたいというふうにレッスンに来られたりとか、まあなんかねこうお話をする時とかにマイクねみたいな、マイクの使い方がとか、マイクってっていうなんかね、マイクに対してなんでそんなに、怖いなとか思うのかなっていうのね、すごいね不思議だったんですけどね。まあ、とりあえずそのクラシックとか声楽とかは、マイクを使う音楽ではないですよね。こうやってハンドマイクを持って使う音楽、歌う音楽ではないです。遠くに置いてあったりする、集音マイクを置いてあるということはあると思うんですけどね。で、私たち、ジャズとかポップスだとか、そういった音楽のジャンルはマイクを使う音楽です。こうやって歌うんですよ。で、まあそれだけの話なんですよね。で、なんで怖いか怖くないか、怖くないよっていうのはですね、その、まあ、まずその成立したそのジャンルが成立した時代背景がまあ全く違いますよね。その声楽とかそのクラシックの歌唱法、ベルカントだとかそういったものが成立した時代っていうのは、当然こういった電気のシステムっていうのはないわけですよ。ないんだけども、そのオーケストラをバックにして生身の人間がわーって大観衆に向かって歌わないといけないんですよね。すごいことですよね。あんなにいっぱい楽器が後ろにあるのにわーって歌わないといけないんですよ。そのために開発された、もう人間の極限まで極めたその歌唱法っていうのが、そのベルカントとかそういった歌唱法なんだと思うんですけども、確かにそういった歌い方をしたら、これは恐怖だと思います。恐怖ですよ。だってそういう風に作られてないもん、両方が。はい。で、まあ、それはそれで時代が全く違うということで、状況が違いますよね。で、そのマイクだとか PA システム、サウンドシステムっていうのができたのがですね、20世紀に入ってからですよね。一説によると、ドイツのナチス、ヒトラー率いるナチスがその大衆を扇動するためにそのシステムを、作り上げたことによって、発達したっていうふうに言われています。で、そのですね、ラジオだとかが出てきましたよね、20世紀に。で、そのラジオが20世紀に発明され、そして普及しました。で、なるとですね、各家庭にラジオがあるんですよね。で、マイクも発達していくわけです。で、そのいろんな音楽がラジオから流れてきて、みんなそのラジオから流れてくる音楽とかそういったものに、夢中になっていくんですよね。すると歌詞をもっと聞きたいとか、なんかもっと落ち着いて聞きたいとか、そういう需要っていうものが出てくるんですよね。するとこう、はーってこう、そういう歌い上げたりだとか、
歌詞がほとんど聞き取れなかったりするいますよね。その歌い上げる時とか、そのベルカントだとか、そういう歌唱法っていうのは、だからそっちじゃなくてもっと地声で喋るように語るように、歌えるっていう、そういうなんだろう、革命ですよね。歌唱革命みたいなのが起きたような気がします。そのマイクとか PA のシステムによってそういった、大革命が起きたんですよ。でそうなっていくと、その、フランスのシャンソンとか、アメリカのジャズとかっていうのは、まあ、相互に影響し合いながら、その語りとしての、歌唱っていうものを発達させていくわけなんですよ。でその黒人たちが、そのアメリカにおいてはね、あのブルースジャズっていうのも作り上げていって、ゴスペルも。でそのマイクができる前の、できる前というか発達する前の歌手たちのレコードとかを聞いてみると、結構やっぱりね、地声で張ってるんですよね。で張った歌い方、やっぱそのバンドがバックで、歌手が生身の人間が一人で歌わないといけないので、かなり張った感じの歌い方をしています。で、40年代以降かな、その歌手たちの歌い方がもっとね、いろいろ創意工夫にあふれた語りの面が、増えていっているように感じます。でスキャットだとか、そういった表現方法もできていくし、あとはなんといってもあのささやきボイスとかね、ウィスパーボイスだとか、そういう風なささやいても、多くの人に、マスメディア、ラジオを通して多くの人に聞いてもらえて、まあ、そのささや、マリリン・モンローなんかがあの思い浮かぶと思うんですけど、ああいった声がやっぱ魅力的に思う人っていうのは出てきますよね。でセクシーだとか、そういう感じで支持されていくわけです。でそれで、いろんな、地声を使ったり、ささやいたり、その張るだけじゃなくて、いろんな新しい歌唱法が20世紀にそのマイクの発展を通して開発されていったっていう感じです。もう発明とか革命とか歌唱革命だと思います。はい、ということで、まあ、時代背景が全然違うので、使ってる音域も違うし、使ってるそのマイキングの技術も違うし、もういろんなことが違うので、その怖い、未知のことで怖いっていうのもあるんですけど、ちょっとずつ慣れていけば、慣れていくしかないですよね。だってあの私も最初は慣れなくて、あのすごい下手くそだったんですよ、マイキングが。あのこう単一指向性っていう、なんかね、 ここしか音が入りませんよっていう、その角度とか距離とかがあってね、そこを自分なりに探っていくんですけど、最初はね、私も自分の声が嫌いだったので、あんまりこうね、結構わざとちょっとね遠かったりして、あの全然マイキングが下手だよみたいなね言われたりしていて、まず自分なりに研究をしていって、今があるんですけども、はい、まあこういう感じで常にね、常にどう動いてもこの位置から離さないように使います。まず基本はね。で、まあ、大きな声出すときは、まあ、当然話すんですけど、あの和田アキ子さんみたいにね、こうやってね話しすぎるもんね。あとね、チャギアスのアスカさんみたいに、ね、こうやってやるのもね、あの PA 泣かせなんで、程よい距離で使うのがまあ基本です。まあ、その辺はまあ長くなるので割愛します。あとマイクの種類、これはね、まあ、別に説明はいらないんですけど、シュアの SM58、まあ、普通のごく一般的なマイクですよ。どこにでもあるやつです。どこにでもあるやつなんで、必ず1本は持っていった方がいいんじゃないかなと思います。で、あとはですね、まあ、シュア、同じメーカーのシュアで、私はベータ 57A ってやつを持ってるんですけど、これ一時はあの20代の頃に使ってたことがあるんですが、今はほとんど使わないです。これ楽器用じゃないかと思うんですけどね。あとこれもね、最初に買った、ダイナミックのマイクです。オーディオテクニカの AE4100 なんですけども、これ楽器店に買いに行って、なんかおすすめされたから買ったっていうだけです。その私今は使ってないから何とも言えないですけど、はい、はい。で
これが一番私が普段使っている AK アーカゲアーカゲの、D5 です。D5 これね、サウンドハウスとかでめっちゃ安いんですけど、なんか私中低音がね、なんかね中低音がね程よく入って、私にはねとても使いやすい、まあ、慣れちゃってこれじゃないとなんかね普段なんかね嫌になっちゃいました。はい、これダイナミックマイクでどこにでも持って行ってます。安いので、いいと思います。まあでもマイクってね向き不向きがあるんで、私によくても、皆さんにいいかどうかは分かりません。はい、で、これですね。これはもう皆さんが大好きなノイマンの KMS104 プラス、女性用のコンデンサーマイクです。はい、これは、まあ一番高級なハンドマイク、ハンドマイクの中では一番高い高価なものと言われています。と言っても5、6万かな。あの、まあ、確かに高いんだけど、他のマイクは1万とか1万以下のものもあるんですけど、まあ、5、6万と考えたら確かにそれと比べたら高いですが、他の楽器の人をね考えてみると楽器ってめっちゃ高いじゃん。そう考えてみたらね、そんなに高くない、なんて言ったらいいんだろう、いや高いんだけど楽器と比べたらこんぐらいの投資は全然いいんじゃないかと思って買いました。はい、これは本当にやっぱリッチですね。今まで出した CD の、ライブアットミスターケリーズと、ノックチルカのサンピングロストっていうアルバムは両方ともこちらでレコーディング、ライブレコーディングをしました。はい、素晴らしいマイクです。結構今ね、みんな持ってますけどね。はい、あとね、持ってるやつですね、これね、ローズというメーカーのね、S1、これもコンデンサーなんですけど、一回試して、なんかその時良かったんですよ。で、だけどその後ちょっと使ってないんで、またいつか使ってみたいなと思います。ということで、私のマイクのコレクションです。あのマイクをねコレクションしてるつもりはなかったんですけど、なんか違うなと思って買っていたらこうなったみたいな。でも結局もう落ち着いた、だいたいこの2本ですね、アーカゲーの D5 と、ノイマンの104プラスです。でこれはまあ普段使いで、こちらはなんか PA さんがいるところ、カッチリといるところとか、大きな会場で持ち込んで使うことが多いです。はい、ということでね、マイクもあのこだわっていくと楽しいし、まあ、いつかねそのマイクの音質を、比べる動画とかも、作ってみたいなと思います。ということで以上で、皆様チャンネル登録とかいいねとか、あとクラウドファンディングどうぞよろしくお願いします。ご協力をお願いします。では皆さん、またねー。